皆さん、布団で年越しプロジェクトの代表してます宇都宮健二です。昨年に引き続き今年も布団で年越しプロジェクトの取り組みをいたします。日本では現在いわゆるホームレスの状態にある人が1万人、ほどいるというふうに言われていますけど、実はネットカフェで寝泊まりをしている人、知人宅で居候をしている人、あるいは住み込みの仕事をしているけど、その仕事がなくなって、路上に出なきゃいけなくなる人などを含めますと、数万人は存在するんじゃないかと言われております。昨年もそうでしたけど、今年も年末年始の、休みの期間が10日ほどになります。この間は行政の窓口が、閉まってしまいますので、こういう路上生活をしている人に対する支援が、行政としては行えない状態になっております。本来は私は、こういう人たちが存在する限り、行政も窓口を開けて支援の活動をまず国あるいは自治体がやるべきだと考えておりますけど、どうしても自治体あるいは国がやらないというのであれば、私たちの民間支援団体がこの人たちを支援するしかないというふうに思って、こういうプロジェクトを立ち上げてやってるわけです。昨年はこのプロジェクトによって20名近くの方がシェルターで保護して年末年始の支援をやることができました。で、今年もそういう支援活動をやりたいと思いますけど、何しろシェルターを確保するということは大変財政的な、負担が、かかりますので、ぜひ皆さん方の温かいご支援をお願いしたいと思っております。路上で生活されている方、生活困窮している方が布団で温かい年末年始を過ごせるようよろしくお願いします。